ただいまの時刻8時35分。今日の気圧なんと1000をちょっと切り始めました。低気圧が来ております。そして気温は21度、湿度はほぼ 100%。 毎日雨の降ってる山は湿度がすごい高いですが、今日も朝起きた時はまだ雨降ってませんでしたが、雨が7時を過ぎたら降ってまいりました。今日の小屋締め作業、屋根の下でできることをやっていきたいと思います。倉庫小屋の中から筋交い皆さん運び出しております。呼吸法です、はい、軸です。歯の呼吸です。歯の呼吸です。ほおずき何こごめ、あ、ほんとだ、こごめ生えてる。お、この時期にこごめ、どうしたの？どうしたの？下にも生えてきそうなやつがいっぱいいる。まあでも食べれそうだよ。コウゴメ、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 コウゴメ。雨に打たれてちょっとおかしくなってる。コウゴメ、コウゴメ、マツシンダンスだ。久々に見たマツシンダンス。はいはいはい、怒られた。はい、作業を進めましょう。筋交いを出した倉庫に今度はお風呂のすのこたちをしまっていくパズルです。この小さい小屋にすべてをしまうパズルです。長いのかな、長いのかな、下先に取らないとだよ。知ってるよ。また挟まってるよ。下から持ち上げない。いいね、今日も二人三脚、親子の息がぴったりじゃない。合ってない。だから下からだって下上げようとしたら上にかかったんだよ。上をこのままで下を上げてください。そうそうそう、ガーンっていくんでしょ。また音立てないで 気が済まない。よいしょ、いいの、はい、OK です。同じ向きの方がいい。あ、いや、持ってこれるよ。え、パパ、それも持ってきてもらっていい？うん、それも。それ先に入れるって。これだったら入るでしょ。短いのあるよ。高市さん、もう一個短いの。サブ板持ってきた。ありがとう。今年のニューモデル。ニューモデル。ありがとう。ファットとさ、片足ずつ。片足ファットで片足。切っちゃうすら。オール満点。ありがとう。揃えて滑るボードみたいな。そうだよ。なんだっけ、モノスキーだっけ。バケツリレーラインがお待ちです。はい、一枚ずつ。あ、そっか、はい、並べるまで回せない。
ちさん、その発泡スチロール入ってるやつさ、反対側も袋で閉じなくていい？多分かじられるよ、もし入ったら。まあね、確かにそりゃそうだそうだよね、そんなに頭良くないよねこの壁小屋の中はすごいことになってるけど、やっぱね、60年の歴史を感じますね。そしてこっちでは雨よけ対策のビニールシートを貼っております。姉さん、重し用の石を紐で丸けてます。これ外れるでしょ。外れますよね。どうこれも経験です。ネットで調べてみたら、石の使い方ネット繋がりません。山小屋にストックしてあった悲しい、また来年の春のためにこの子たちも下山です。雨が降り止まぬ山、高市さんが草刈りしながらかしばみの実を持ってきました。今年何年ぶりになったのこの実？去年もなったの。毎年ならないって聞いた気がするけど、めいちゃん初めてのかしばみ向きさっき食べたもんね、はい、美味しかったでしょ。美味しかったです。もうぜひそれ剥いてお土産に持って帰ってください。はい、山では普段経験できないことがいろいろ経験できるね。はい、現地時代に戻ったらこういうのそうだね、生き残れるか。この一つのやつが大きい。私いつも食べる専門だったから剥いたことない。私も剥いたことないよ。めちゃんやったね、私がやったことないこと経験できたの。めいさん、はい、いっぱい取れたね。はい、いや、剥けたね。剥けました。そして後ろでめいが剥いた実を食べる松新コーチ、やめてけ、顔がにやついてる。俺が剥いたんだから人が剥いたやつを俺がその豆だけもらって今から食べようなんて、そんなことは一切思ってませんよ。もうそうなの？パワハラですはい、私はパワハラをしました。どうだい？でもパワハラしたって、はい、目半分。ありがとうございます。優しい。そしたらほら、俺これで罪逃れたどうですか？うまい。おいしいって、うん、甘い。捕まえてから考える。なんかあれだね、周りの身がっていうかパキパキするね。パリパリする、ね、これが腹落ちるなと思う。みんなこれほら、真っ平らな。ここは真ん中の感じ。こっちになってこれ以外はなんか大きいは大きいね。逆に10分の1を捕まえるより10分の9を捕まえた方が楽だから、私は手がしんどい。あ、いいねいいね。そう、あ、はいはい、これでしょ、これでしょ。あ、それもちっちゃいね。はい、あとはそっちに。全部こっちでいい？うん、あと全部そっちでいいかな。あ、でもこの辺ももうちょっとちっちゃいね。いや、それ、うん、お、手慣れてきたね。違う、はい、はい、最後の一匹無事に終わりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。手が冷たい。では、めいちゃん、はい、高市さんに続け。この早い流れの中リリースするのもなんかちょっとかわいそうだけど、そこのその砂のとこに入れてあげたら、そう、ここに、うん、でもバシャーバシャーで
ありがとう。あ、でもちょっとこうやってまじまじ見るの初めてかも。あれ、あ、いたいた。あ、そこに3匹。高橋さんが水脈を作ってくれます。あ、いたいたいた。またね。最後の一匹を姉ちゃん川の流れに。引き水になって逃げれなくなると困るからね。ありがとう、バイバイ。まさかの隠れてるところじゃない。姉ちゃん、ありがとうございます。お姉ちゃん、あ、それが、これが柏木です。これまだほら青くてこれね、これが柏木の実です。では一時下山の高市さんをみんなでお見送りに行ってきます。今日の雨で一時またねかなり防水して、一時期川が渡れませんでしたが、高市さんそれ別々で行った方がいいんじゃない？別々で行った方がいいと思う。水スレスレだよ、水スレスレになるよ。あとあと向こうの岩にぶつかると思う、その重さだと。うん、先に高市さん生身で行って。ではめいちゃん引っ張り作業。高市さん、お、足スレスレ。これが増水すると野縁でも渡れなくなるけど、めいちゃんこっからだ、こっからだ。もうちょっと、もうちょっと。オッケー。じゃあ引っ張り戻してください。そう、あそこがね一気に登るから結構重たい。途中で止まっちゃってたじゃん。横に倒しちゃってください。うん、はい、めいちゃんお願いします。今度は荷物、うん、無事に渡りきりました。では高市さん、また明日気をつけてね。結局今日も雨が止まず、本日最後の作業、午前中に運んだ筋貝をちょっと移動させる。これちょっとずらしましょうか。ずれれば。え？これぐらいで OK？ ちょっと濡れちゃうかも。濡れる。うん。この板をちょっと、まあ、重ねちゃっていい？ちょっと濡れるぐらいいいよ、全然。オッケー、はい、ありがとうございます。おいしそう。皆さん2日目お疲れ様でした。明日がこの小屋締めの本番です。栄養をつけて明日に備えましょう。イエーイ、お疲れ様でした。何枚？